ロケット団の漫才ランチャー。はい、やってまいりました。漫才ランチャー17回目ですけどもね、はい、もうあれですよ、今週もね、はいはい、スポーツが良かったですからね。いろいろありましたね、うん、まあ、ヤクルトが優勝しましたけどもね。良かった、感動したな。嘘つけよお前。え、おい、はい、お前嘘言ったろ。またいや感動してねえだろお前よ。そんなことないでしょ。野球知らねえだろ大体。まあまああんまり興味はないですね。じゃあ感動したっていうのは、まあ嘘ですね。だろうな、お前な、お前もうちょっと考えて喋る。お前、いや難しいね。難しいねじゃねえんだよ、うん、お前よかったんだあれ、優勝を決めた試合がね。あ、よかったんでしょ、うん、さよならですから。ああ、なるほどなるほど。雄平のさよならヒットでね。え、大空？違うよ。なんで大空雄平がサヨナラヒット打つんだよ。いや、雄平っていうから、てっきり大空雄平一緒かと思って。大空雄平のサヨナラは奥さんだけだろ、お前。それは言わなくていいんじゃないかな。お前が言わせたんだろうよ、お前よ。お前、なんでちょっと引いてんだよ、お前。いや、まさか。引いてんじゃねえよ、お前。いや、そこに踏み込むとは思わなかったな、これ。いや、違う、雄平ですから。ね、あ、雄平ね。雄平はもう苦労人ですから。うん、あ、苦労してんのか。東北高校からね、うん、ピッチャーで入って、うん、ドラフト1位ですよ、うんうんうん。で、なかなかうまくいかずに、うん、打者になって。まあ、それで結局離婚でしょ。大空だろ、それ。いや、あの、大空雄平だろ、それ。いや、落語家も失敗しちゃったね。知らねえよ。いや、賞はつけた方がいいよ、でも。うるせえんだよ、お前よ。え？あとあれだよ、ラグビーね。ラグビーはいいですね、これね。これはまさか勝つとは思わなかった。いや、興奮しましたよ。あの人やっぱすごいなのね、あの、二郎丸。二郎丸じゃねえよ。え、五郎丸だよ。三つ足んねえよ。なんだ二郎丸ってお前。うん、二郎ラも見てになってんじゃねえかよ。引いてんじゃねえよ、お前。なんだお前。俺の例えに引いてんじゃねえよ。全然違うよ、これね。五郎丸な。あ、五郎丸、五郎丸ね。五郎丸ね。あの、キックの時なんかあの、何、あの、もぞもぞしてる。もぞもぞってなんだよ、うん。あれがいいんだよ。あ、そうなの？あれ決まりなんだよ、あれ。自分でやるってこと、ね。決まり、あの、なんか、おしっこ我慢してるわけじゃないの。当たり前だろ。なんで毎回キックの時おしっこ我慢すんだよ。あ、そうか。最初にしとけって話だろ。あんな激しい動きしたら、まあ、引いてんじゃねえよ、お前よ。いや、いや。お前が言ったんだろ、バカ野郎。おしっこでそんな広げられて、お前困っちゃうな、俺。困っちゃうな、じゃねえんだよ。いや、でもね、僕はね、うん、実は昔からラグビーは注目してましたよ。お前、ラグビー知らねえだろ、お前。いや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 。お前、五郎丸のこと、二郎丸伝えたから、ラグビー知ってるわけねえだろ。それは申し訳ないけど、ほんとほんと。例えば、じゃあ昔の有名な選手知ってます、うん、あ、イソップ。イソップ、スクローザろ、それ。ドラマだよ、それ。死んだよ、イソップは。あ、嘘、泣いたな、あれな。イソップな、火事になって死んだんだよ。そう、ライジングさ。そう。うん、あれ、それじゃねえんだよ。ドラマだから、それ。あ、泣き虫先生だよね。そう、山下真司だろ。いや、あの、滝沢健二だろ。どっちでもいいよ、役名だろ、それ。あ、そっか。おい、はい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 。時間だよ、もう。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そういうわけで。始まりましたね。はい、今日も生きのいい漫才で。ありがとうございます。ネタおろし、ね。ありがとうございます。はい、というわけで、今週はあれですよ。うん。はい、うん、昨日記者会見もね。あ、漫才大会のね、11月のね、26日の。いいですか、毎回グダグダの記者会見がいいですよね、あれ。今回、記者側が結構ね、怖かったですね、なんかね、質問がね。だって5分で終わっちゃうんだもんな。お前、そりゃ記者も怒るよ、お前。記者会見発表するって、お前、5分で終わっちゃう、お前、何書くんですかってなるだろ、そりゃ。後ろの他のね、新聞社の方、笑ってたもんね、おばちゃん、起こしたもんな、なんかな。なんか他ないですかみたいな、記事できないじゃないですか、とか言って。言ったよ。周りの人、笑ってたからさ、いや、これ、すごかったな。いや、でも結局、伸びに伸びてね。いや、それはすごいね。伸びに伸びて、20分で終わりましたけどね。伸びたんだけどな、コンパスの三味線も入れたりとかしてね。どうなんだ、あの記者会見は、お前。いやー、すごいな。手作り感はないよ、あれ。そうね。みんな一生懸命張ったからね、うん、早めに入って。お前あれ貧乏丸出しだよあれ。いやでも全然前回かな、うん、よりかは、あ、違うか、U字工事さんが入ってきたよりかはまだいいんじゃない、あれ。あの岸の師匠が手書きで黒板に書いたんですよ。漫才大会記者会見。あの、幼稚園であるほら、ティッシュで作ったほら、鼻つけてさ、やったじゃん、本当に。あれ、まだね。あれよりはだいぶ良くなりましたよ。そうそうそう。終わったね。11月ね。来ていただきたいな、ご覧になってね、26日。来ていただきたいと思ってねえだろ、お前。これは思ってねえ。お前は本当な、お前いい加減にしろよ、お前。これ死活問題だから、これ、漫才大会。いい加減にしろよ、本当に。ノルマなんとかしろよ、俺よ。だそのためにも来ていただかないとさ、毎年あれ赤字なんだよ俺。いやこれな、多分三浦さんだけじゃないと思うな、あれ、うん、ちょっとあれ困るね、あれね、うん、ベテランの師匠とかタダで配ったりとか ねして大変だから。あれでも漫才協会すごいですから、うん、亀有でもねやりましたしね。亀有やりましたリ、うん、ねリリオホールいっぱい入ったけど、だって600のところ、ね、ね、500以上入ったんでしょ。いいんだよ、立ち見でいっぱいだったことにしたらお前よ。ああ、そうかそうか。なんでお前少なく言うんだよお前は。いやでも、いいんだよ、いっぱい入ったらいいんだよそこは。え、そこはいいの、そこは。お前なんでそういうとこだけ正直に言うんだよお前。他全然嘘ばっかりのくせにお前は。え、それは語弊ですよ、それ。嘘ばっかじゃないでしょこれ。でも
っぱ主催者が女の人だからね、打ち上げもおしゃれだね、うん、あ、そうだったんですか、イタリアン、あ、イタリアンだよ、お前、俺あの人久しぶりって言われたけど、どこで会ったか分かんないんだよ、いや、前、お仕事いただいてますから、あ、そうなんだ、そうですよ、当たり前じゃないですか、そこ覚えてないんだな、俺一回抱いてるからね、え、うん、だから、じゃあ、だから、カメアリ、覚えてる覚えてる、カメアリで、ありがとうございます、カメアリってすごい名前だよね、そうね、うん、カメアリだよお前。いやいやいや、すごいよ、ね。カメアリの T シャツってあるんだよね、あれね。すごかったな、うん。カメとアリンコのね、うん、T シャツ表現してたもんね。ヨウさんがいっぱいいましたけどね。ね、さあ、このトースポーすごいですよ。あ、もういっちゃいますか、トースポー。トースポーはね、うん、これね、久しぶりアスカ以来ですね。あ、もう一面。大物芸能人薬物逮捕へ。国費内定リスト入手。これは3人ね、出てんだよね。一面でね、出てたんですよ。あ、まあもちろん。シルエットだけなんで、肉体派系タレント X、うん、大物俳優 Z、 有名俳優 Y、 有名俳優 Y、 多分これあれだね、前田凛、ゆりとおる、チャンスは起きたね、これね、ちょっと待ってください、ちょっと待って、一人以外はこの世にいたかな、これもう、うん、すごいよ、だって肉体が、ね、誰、肉体、そんなかの3人チャンスはブルータスかもしれないよ、お前、あ、ブルータスさんな、この間見かけたのか、イケヌマズファイルでね、あ、出た、すごいんですよ、なんすか、ただイケヌマズファイルの作ってくれた人がね、うん、今子供抱いてね、そうそうそう、子供泣くと悪いからちょっとね、怪してる ね、 ね、うん、申し訳ない、おしんスタイルで今いますけど、ね、これすごいですね、うん、いっぱいいるね、捕まった人ね、あ、リストね、過去捕まった人がいっぱいいるんですけど、はいはいはい、すごいっすよ、やっぱりレジェンドはすごいね、あ、レジェンドの清水健太郎さんは、うんうん、これ6回捕まってるんですけど、うん、あとしょうもない罪であと合計8回捕まってるらしいですから、8回すごいよね、何だろう、しょうもない刑って恐喝とかかな、喧嘩とか、お、清水健太郎浅草で見たな、あ、見る見る、うん、なんかロックス住んでたんだ、だから浅草でひき逃げしたの、あ、そうね、あれも映像出ちゃったもんね、あれね、うん、ひき逃げいたよ、なんかロックスに、え、その時どんな格好してます、なんか、うわ、清水健太郎みたいだと思ったら、うん、なんかヤンキーのあんちゃんが、うん、清水健太郎さんですよねって近づいてて、人気あんだ、あっちの方には、うん、握手してたね、あ、だってそんな、お、一回あの山形駅で、うん、なんか新幹線乗るときに、うん、ずっと前の方に、うわ、なんか足引きずってるでかいやつがいて、うん、うわ、この人武藤みたいな歩き方してんなと思って、うん、抜かしてチラッと見たら武藤だったことがあるけどなびっくりしたね、あれこれちょっとその山形行くときに、これ名前ちょっと言えないですけども、よくあの V シに出るね俳優さんで、あの本当にあの車掌さん脅してたから怖かったよ。グリーン車に帰ろう帰ろうとか投げて、金は持ってるからとかって、これ分厚い札束出してて、すごかった、あれ怖かったな、でもかっこよかったけど、俺武藤の最初座ってたら武藤横に座ったからな、あれはびっくりしたな、でも、あ、武藤ね、すごい、バンドインさんもあった新幹線で、結構ね、うん、肩大事にしてたよ、上げてて、一個しかないからね、グリーン車がね、あ、みんな ね、うん、一緒になっちゃうんだよね、あれな、有名人がね、これすごいな、でもいっぱいいんな、中島ラモさん、あ、中島ラモさんは、うん、下北沢で見たな、ラモさんだって言ってたもん、うん、自分でね、うんうん、本で書いてるもんね、そうそうそう、そら捕まるよな、ね、アル中の本とかね、うん、いろいろ出してたから。ね、中島ラモさん面白かったんだけど、清水健太郎、え、あ、石田一生さんもそうなの、石田一生捕まったね、そういえばね、あ、そっか、覚えてないな、ここら辺、うん、あ、夏か、そっか、勝新ね、あ、勝新さっき聞いたら、うん、最初捕まった時大麻とかじゃなくて、うん、アヘンだったらしいから、教科書でしか見たことないよね、アヘンだよお前、あのアヘン戦争の、すごいよね、うわ、なんかキセルみたいでね、吸ってるやつしかわかんないよ、あれだとか、ね、内田優也、岡崎さと子もなかなかのレジェンドだよね、この人ね、そう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 、うん、あれでしょ、スポーツの選手でしょ、そう、うん、オリンピックに出たんじゃなかったっけ、違ったっけな、この人、うんうん、出てたと思う、ね、うん、この人でも逮捕の時しか知らなかったよな毎回ね、近況はね、うん、そう、近況は逮捕でしか知らないんで、すごいですよね、あ、遠征、加瀬大志も捕まったのっけ、え、あ、そっか、そういえば捕まったな、あ、そう、嵐ね、あ、嵐な、嵐、プロレスラーね、プロ、びっくりした、プロレスラーね、日陰太郎、これすごいな、あ、肩書きがあの
美少年評論家沖雅也の洋服これ肩書きになっちゃうのこれ肩書きすごいなこれすごいな、うん、これやっぱやめらんないんだねだろうねうん前田凛の名前がねえないや捕まってないかあれは捕まってないんであれは合法の時だからねあれねそうそうそ う, そうあのヒロポンね、うん、大丈夫よって時ね日本でね、うん、言ってもんね自分でやってたってね講座で言ってましたからね臨床だって、うん、俺はガンで死ぬんだっつって、うん、余命1年って言われて余命半年って言われて4年生きたからね、うん、すごいよね死ぬ死ぬ先って言われたんだから、ね、あお客さん言ってた、うん、毎回なのよねこれとかなんか言って、うん、臨床ねすごいんだろうな。あヒロポンとかね。お前の名前ないな。まだ捕まってないのか。いや、やってないから。やってませんから、私は。いやいや、大丈夫いやいや、大丈夫の意味がわかんない。大丈夫で。でもこれ誰なんだろうな。でも、じゃあ近日逮捕なのこれ。まあね、なかなかするっつってしないから、内外とな。こういうのはね、ずっと出るじゃないですか、なんかね。して忘れた頃に大物が捕まるから、大体。大物っつったってな、高層雄一なんか全然大物じゃないしね、あの人ね。あ、でもノリピ捕まったか、それでな。そう、これはね、うん。ね、あれもいろいろね、ありますからね、いろいろ裏にね。あ、そうなの？はい。わぁ、ちょっと知りたいな、終わった後で聞きたけどね、うん。はい。薬物だなね。なんか明るい話題ないのかな、トースコ。明るい話題はね、うん、あれだね、小林幸子が、あ、お家騒動から3年で、紅白復帰。あ、紅白ね。紅白復帰するかっていうね。今年だったと楽しくなりそうじゃん、紅白。あ、そう。うん、だってほら、タモリさんもほら、有力しだしさ。ああ、司会か。うん。うん、井上陽水さんももしかしたら出るかもしれないってなってるし。あ、なんタモさんが出るからってこと？うん、そう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 。へぇー。これで小林幸子さんだったら。小林幸子さん。盛り上がるんじゃない？ね、うん、あれ衣装っていうかセットだからな、あれな。一部だもんね。セットに顔を置いてるっていうだけだからね、あれね。本当に。これでも、小林幸子は、うん、さっきも言ってたけど、ブレーンが変わったよね、絶対ね。そうね。おかしいもんね、だってこれ。昔の誰だろう、ブレーン。こんな、だって俺だってし、うん、俺知らないもんね、このボカロとか。ボカロコミケとかを知らないもんね。聞いたことあるけど。長谷川君に聞かないと、これ。あ、キラーコンテンツの。俺の先生に聞かないとダメだよ、これ。ほら、急に長谷川君って言ってもね。長谷川君って言ったら、まあ、キラーコンテンツのね。長谷川君じゃん。うんうんうん。あ、詳しいんですか、その辺。長谷川君も何でも詳しいから。はあ、何でもっつうのすごいね。すごいね、これね。小林幸子もだって、幸子米とかもあるもんね、今ね。うん、ラスボス、うんうん。プロレスにも出たからね。これ、ニコニコ超会議っていうのもよくわかんないんだけど。これ、ニコニコ動画のやつなの？ニコニコ超会議。ニコニコ超会議。これなんかすごい話題になってましたけど。ラスボス。ラスボス、プロレス出て、うんうん、ボブサップに、うん、勝ったんだよ。勝った。だって知らない小林幸子の知らない、うん、必殺技何何なにラスボス旋風どんな感じでやるんですかセンス扇センス、うん、こうやって手に乱舞するっていうそうすると、うん、一本も指触れることなく相手が倒れてくるんだわけないじゃんそんなそんなわけない勝ったんだからしょうがないもんだってそんなわけないよだっていろいろ技ただその時は、うん、たまたまその技が炸裂する前に、うん、サップが謎のダウンで、その直後に、男色ディーノがダウンして、誰、男色ディーノっていうやつがいるんだよ、DDT っていうプロレス団体の、オカマが。オカマなんだ、オカマなんだ。もういろんなことがありすぎて分かんねえな、これ。で、小林幸子は指一本触れることなく、うん、1分30秒でフォール勝ち。あのボブサップをそうだよ。ボブザッパーだから炸裂する前に謎のダウンした、うん、それが知りたいなしょうがないだろラスボスだもんだって小林幸子それぐらい力があるんだよでもそれは小林幸子関係ないでしょ関係あるよラスボス旋風を決めるっていう時に謎のダウンしたんだだから、まあ、プロレス分かんないんだよそういうのが出てくるからな何がだよお前は本当ダメよプロレスばかりしちゃいや見てましたよ昔はいやプロレスはダメだよお前プロレスはダメなのその言い方いまだに俺見に行くからね、うん、プロレスはあ会場に全日とか見てましたけど昔はねああもう今は全然変わったからあ本当あの馬場さんとかさ、うん、お前今あれだよ DDT 知ってる、うん、さっき出たやついぶし知ってるいぶしあっホントいぶしも知らないのお前、うん、最近見てないもんだっていぶしってやつがいいんだよ天才って言われてる
やつが すごいのね、それすごい、すごい、そいつが、うん、吉彦っていうやつと、うん、これ YouTube で見た方がいいね、うん、吉彦ってダッチワイフなんだよ、うんうん、ダッチワイフと戦ってイブシン勝ったんだけど、それは浅草キッドさんのコントみたいな感じなんだ。これがもうすごいよ、もう見たら結構感動すると思うよ。ええ、お前だってリック・フレアは知ってんだろ。そうだ、だって三浦さんが何回も楽屋で言うから。リック・フレアはもうレスリングがすごい上手いから、うん、ほうきと戦っても戦えるんだから。え、ごめん、ね、それがすごい。リック・フレアだ、もう全然わかんねえな、もうリック・フレアはお前すごいんだよ。うんうん、なんだっけ、え、ほうきと戦えるんだから。あ、それぐらいも技術があるんだよ。ほうきと戦うって言ってる。ほうきと戦う、ほうきは何もしてないんですよ。ほうきとか何もしてないんですよ、戦えるんだから、五分に。いや、それはそれはすごいだろ。お前じゃあほうきと戦うやつは戦えるか。だってほうきはお世話になるもんよ、さってそうですよ。そうだろ、できないだろ、うん、そういうことですよ。で、いぶしはこう、吉彦、吉彦ってやつすごいね、また。だだ最近ね、プロレス見てないけど、何がいいですか、一番こう。いや、ちょっと離れてる人が見るとしたら。まあね、新日かな、やっぱな、一人勝ちは。新日？一人勝ちですよ、今、業界。あ、新日なの、新日はね、学生的に。まあでも、全盛期の、やっぱ全日とか、ノアとか、うんうん、の試合にはやっぱ無理だね。あれ今、ああいうのやってるの、学生プロレスみたいなの。学生プロレスもやってるよ。やってる？学生プロレスも面白い。あれは深夜よく見てたわ、うん。学生プロレス面白い、ね。面白い面白い、うん。パンツドライバーとか笑ったよ。そうそうそう。うんうん、面白い、あれは。あ、そうか。じゃあ、新日ちょっと見てみるわ。うん、まあ、新日かな、女の子を連れてくとしたら。わかりや、一番わかりやすい。あ、多いんだよね。多い。あれ、棚橋とかは新日だね。新日か。新日か。岡田和彦とかね。ああ、そうです、うん、そうです。やってたワイドショーで。そう。それがやっぱ、あれだな、一番。全日は今ダメなの。前日はね、うん、ちょっと今はまずいね。あ、そう、エーゲンとかいたのはだいぶ前に。エーゲンは、エーゲンはノアに行ったから。前日は今、あけぼのと秋山だね。あけぼの、あけぼのってあの、バカお前、あけぼのはお前強いぞ。お前、あけぼのってて勝てるかよ、お前。それはさ、それはさ、あけぼの漫才うまいかって言ってるもんだからさ。あけぼのはね、うん、でもプロレスうまくなったね。あ、そう。うん。あけぼのはうまくなった。やっぱ説得力が出てきた、技に。うん、あの、三浦さんの立ち位置がよく分かんないんだけど、あけぼのはね、やっぱ上手くなった。上手くなった。うん。鍛えられた、武藤に。あ、そう。うん。最初やった、え、なんか、あれ？あけぼのはだから格闘家じゃない、プロレスラーなんだよ。あ、そうだよね。そう。最初、誰とやったんだっけ、それこそ。ボブサップ。ボブサップだよね。うん、うん、うん、そうだ、そうだ。そう。あけぼのはね、上手い。ってことは、そのボブサップに勝った小林幸子は。だから今、一番強くて。強くないんだな。ラスボスだ。そうだよ、まあ、あけぼの三冠王だから。え、ボブサップはなんで倒れたんだ。ボブサップはだからラスボス旋風っていう小林幸子のそうそうそう、だから小林幸子が必殺技する前に謎のダウンした、うん、それが分かってる。それでそのラスボス旋風をした時に男色ディーノもダウンして、そう、オカマね、オカマね、うん、オカマね、小林幸子は結局指一本触れることなく勝ったんだよ、うん、これはすごい。そうか、じゃあちょっと新日勉強するわ。うん、だ今一番強いのは小林幸子だな。結局はね、そういうことです。大した本だ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。見事にオチがつきました、はい、本当に。トスパどうもいいですか、はい、はい、じゃあまた今週はこの辺で、はい、どうもありがとうございました。はい、お届けしましたのはロケットダンス倉本剛と浦和崎でした。また来週。